算数で考えよう。何が出るかな？こぶたぬきつねこカード。こぶた、こぶた、たぬき、たぬき、きつね、きつね、ねこ、ねこ、こぶた。このカードは、こぶた、たぬき、きつね、ねこ、そしてまた、こぶた、たぬきと繰り返します。こぶたを1番、たぬきを2番、きつねを3番、ねこを4番、そして、こぶたを5番、たぬきを6番と数えていきます。さて、15番目の動物は何でしょう？こぶた、たぬき、きつね、ねこの4つの絵を並べて考えてみましょう。こぶた、たぬき、きつね、ねこの4つの動物の次、またこぶたが出てきます。番号を打ちます。この猫までの4つを繰り返すので、4で割ってみましょう。1割る4は、1の中に4は一度も取れませんから、0、あまり、1となります。2も同じように割って、4で割ると、0、あまり、2ですね。3も4で割ってみましょう。0あまり3。4も4で割ってみましょう。これは C1 が4で1回取れます。あまりはありません。この場合、あまりは書きませんね。5番目の小豚も4で割ってみましょう。5割る4は、C1 が4、あまり1になります。なんとなく決まりが見えてきたんじゃないかな？番号をつけてみます。こぶたが1。この1の時にあまりが1。たぬきは2。あまりが2。きつねが3。あまりが3。猫が4。4の時は、あまりがなし。そして、また子豚が出てきますが、この時、あまりが1になっています。ということは、あまりで、どの動物が出てくるかがわかるんじゃないかな？では、15番目に出てくる動物を割り算でやってみましょう。15割る4は、C1 が4、C2 が8、C3 12、C4 16と行き過ぎですから、C3 ですね。12ですから15から引いて、あまり3。あまり3ということは、
15番目に出てくる動物は、キツネのようです。それでは実際にやってみましょう。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15はキツネでした。答えはやっぱりキツネ。ここで分かったことをまとめてみましょう。まとめ、読んで割ったあまりで何の動物が出てくるかが分かる。15番目よりも大きい数でできるかどうか、皆さんもやってみてください。